はい、こんにちは。こんにちは。はい、小学金兄弟、兄のハイです。弟のエナです。はい、今日もやっていきましょう。はい、やっていきます。はい、朝一ですね。はい、グレンラガン買ってると、はい。そうです。はい、右下のゲリラランプ、ゲリラパトランプ。はい。見てください。初めての方もいらっしゃると思うので、これが光ればゲリラプレゼント企画開催になります。はいはい、ではよろしくお願いしますと。いいね、はい、今ね朝一恩恵でね、そうだね、出さんでバーが左下ね、右下が、なんでまあ暑いよと。まあ、はい、来なかったですね今のやつは。おいおい、またまたですね。相変わらずうまいで、ほんと新しいガルパン出ましたね。出た、打ってないですけど打ちたいね。爆破ボタンでしょ。そう、それあれ押してわ。あれおもろいやろな、あれたまらんわ。はい、当たっていく。よっしゃ、ういいギリア。いや、続けるの難しいね、やっぱり、ね、やられちゃうね。ねえ、これでも3000だから。ほんとそれ美味しすぎでしょ。はい、とうまい。もう一台打っていく。どんどんね、どんどんいきます。じゃんじゃんいきます。はい、また入る。はい、CZ ね、ナビ CZ。 ガルパン神だよ、ほんと。いや、ほんとそれ、ね、え、全部入ってんじゃんね。全部入りじゃん。おい、全部入ってるわ、1枚いいや。入っていいや。はい、しっかり最高やね。これもしっかり。いや、まあまあ、いいよいいよ、6000円、6000ぐらい、うん、でいけ。しっかり期待値通りぐらい、うん、ね。はい、ベルカウンター、珍しいですね。126から、うわい、結構期待値やな。まあ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 、あったら打つ。確かに、まあ言うて別にすげえ嬉しいかって、そういうのに、うん、それな、どうせ続かねえしな。初戦番長よ。はい、200の天井ですね。天井まで行ったの。行ってた、きつ。もうこの時点で1万ぐらい金取り虫めんのかな、うん、1万ぐらい投資してんだよ、本当に。もっと行ってみようか。はい、いや、番長だな、番長マジきついよ。はい、1万、うん、きつすぎでしょ。はい、これ設定狙いですね。わあ、後積も？そう、後積も狙い。なんか2回 AT 行ってて、どっちとも弱 AT っていう。まあ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 、まあその店自体も別に悪くないところなんで。まあそうだね、早当たり早当たり。いや、レム、レムだっけ名前。はい、レム、レムは無理だね。この台レムの台よね。まあまあそうか、この確かにな。ぜもう レムって名前しても、んレムって名前にしてもいいよ。これリゼロじゃなくて、いや、まあ、まあまあまあ、でもまあ主人公スバルも熱いか言うて。まあスバルがまあそうだね、うん、スバルが高い。250ゲーム当たり、もういいじゃないですか。いいね、この後の挙動大事。250の後の台もう入らないね、 AT。 いや、まあこの時点でもうな、ちょっとな、薄くなってくるよな。ちょっと厳しい展開、うん、まあでも唯一か継続や、継続ですね。まあまあまあ500当たり、この後も大事なんで。まあ大事だね。全部大事っす、全部大事。いい、スバル、だからもう確定してますね、これスバル。一戦目でいったから出た、一番好きなやつね、これゴッドみたいな感じだな。ゴッドみたいだよ、今の演出がな、確かに。ちょっとパクったやろ、実際。か、神々しいもの、今。はい、オンザリアタック来ました。まあ、あの感じから言って弱 AT ではないでしょうね。鬼がかった連打、めっちゃ強いよ、めっちゃ強い。うわ、30だったらバカでかい。240枚だもん。いただきます。はい、115、完走目指せますね。まあまあまあ、そこそこやな。はい、し
っかりきっちりちょっと戻せないきっちりやん。俺これでさなったことないわ。レアクやるとあんの？いやあれはなんかもう決まってる気がする。あれ、うん、俺もやって なったことないわ。246きついね。はい、まあ、まあ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  A 点 B 点行ってね、どっちもストレスなんでね、やめました。低設定って気をどうでもないけどね。まあまあまあ、まあ、だからってな。なお、うるせえ。まあまあ、ちょっとこの日結構負けてるんでね、もうまあはって感じのテンションよ、うん、そんなガチで狙ってたわけじゃないし。そう、でも隣にね、仕事出ちゃってああ、出たね、確かに。行ってもいいけど、そう、行ってもいいって感じ、本当に。だからリセル4狙えないからね、マジで草荒いしな。5ならいいけど、5狙いするのかな、5狙いだったら、まあ、4、あれだから、仕事で、あ、2、4、6出てるからね。まあ、そう、4、確かに2、4、6だ、まあ、それでいいんじゃない、まあ、全然いいと思います。はい、これも天井狙いですね。うん、まだ可能性ある。怖い、クレイジーマスク。クレイジーマスク、カウルの勝ちだったら勝ちだから、こいつがあれ、なんか奥義みたいな感じで出してくんのよな、ね、くっそい上やん、そこなんだよ。あ、もう終わりや、もう無理や、青が無理です。分かっちゃうな、ね、分かっちゃう、結構、うん、見た目通り。怖い、このセリフ大事。終わりだね。やべ、赤だったら激アツだからね、あれ。赤だったら激アツ、マジで。もう赤いが打てんよな、まあね、逆にな。そうそうそう、それかもカウンターがな、うん、覚えとくぐらいしかいいよね。覚えといて後でまあちょっと狙うかなぐらい。言うてみて他の店舗行っちゃうからね、どっか行っちゃうもん、多分な、拾えることはない、うん、はい。めちゃくちゃハマったね。きつくね、うん、きついでしょ。きついよ、マジで。パンチャースルーするじゃん。はい、スルーやんけ。いや俺もう申し訳ない、これはやっぱりスルーやん。選ぶの間違えましたね。まあ天井はあれ選びましょう、おぼろ。おう、出た、オキドキ黄色ランプ、はい、黄色ランプ出ました。まあ300台だ、いい加減にせえよね、本当に一生天国とまんやな。どうしてくれよ、本当、投資額返せよな。いやマジ返せよ、本当に返してくれ、マジでお金を。もうな、おいおいおい、もうな、なんかあ、お、あ、あ、せめて黄色続けよ。はい、マイナス8000、きついね。吉宗3、190ゲームマジできつい。吉宗すり甘いからね。甘いけど積極的に狙いにくい。甘いけど出ねえよな、これは。まあ出ねえな。いったん、おう、300。なにこれ、俺こんな当たり方したの見た。俺も初めて見た、これ340何ゲームかで当たり、早いですね。俺これ好きだわ、この瞬間がね、好き。6号機での中でもドキドキする瞬間に。まあこれはドキドキするな、普通に、うん。てかね、レギュラーが死ぬから、うん、逆にな、なんかやっちゃいけないっていうドキドキ感。なんか来いっていうよりもなんかもう来るなっていう方のドキドキやん、はい、これさ、音で分かっちゃう。音分かる、音で分かる。脳が視覚で判断するよりも先に脳がもうね、察知するから、あっってなるはい、おしまいです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。5月4日分の、生産の業を開始します。はいはい、本日の実習士はマイナス5万6000円です。はい、そうだよね。はい、そうです。はい、ボロボロですね。ボロクソ負けました、ね、何も通らない。何もできなかったもんな。何もできないよ、きつ。なのでね、ちょっと5万6000円いただきます。はい、もうね、しゃがないな、俺な、本当にきつい。今月マジきつい。うん。
ロボロだよね、マジで。3万5万、5000、6000、5万6000円ですね。はいはい、ちょっとごめんなさいね、負けてしまって。はい、5万6000円、いただきます。はい、今日のね、期待値なんですけど、まあ朝一、まあいろいろグレンナガンとかいろいろ打って、まあそれで6500円ぐらいですかね。で、リゼロが、はい、まあ周りにも死語呂角が出てて、はい、まあジャック AT とかもあってね、そういい挙動してる台がを3000から4000回転ぐらい打って、うん、まあ多分おそらく4なんですけど、6ではないんじゃないかな、はい、2、まあ、2の可能性もあります、正直。そうですね、あるね。あ、そう、うん、だけど、あ、まあ、周りの台とその日の店の状況からいって、まあ4かなってところっすね。はい、6も可能性は低い。でも2の可能性も低いって感じですね。そうですね、白芸がほんと通らなかった。まあまあ、マジできつかったってところっすね、ほんとに。まあ4だとね、そうなっちゃう可能性もあるんでね。まあそうっすね、まあ、だからまあ分かんないです。まあそこはプラス、あ、まあプラマイナス2,3000円から、まあ、プラス9,000円の間くらいですね、はい、そうっすね。はい、でまあ一応絆2とかの、ハイエナもね、結構したんですけど、まあ、絆2の520ぐらい拾って、で、転調する。で、マサムネ3の転調狙い。で、CZ する。で、ヨシムネ、レグ。ボロボロです。まあまあ、こうなっちゃうと、まあこうなりますね。はい。こうなっちゃうとこうなる。そんな感じでした。語彙力で。辛いです。明日頑張ります。マジで。まあまあ、明日積もるんで、ちょっとそこで挽回していきますと。はい。以上になります。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。5月3日分の、生産の儀を開始します。はい。はい、今日なんですけど、実習士の方が、マイナス8000円、2人で8000円ですね。はい。なりました。期待値の方なんですけど、まあ、1台しか打ってないですね。はい、戦国乙女6の残り、250ぐらいですね。はい、もう期待値が高いです。はい、プラスの4000円ぐらいはあると思います。最低ラインで4000円はある。5000円ぐらいですかね。うん、割と回ったんだね。まあ、多分、うん、絶対5000円ぐらいはある。うん、17.5回転ぐらいしたんで、まあ5000円ぐらいはあります。はいはい、ということで、あれ、実習者はマイナス8000円。そう、マイナス8000円。はい。ボックスから。ちょっと回収します。8000円回収します。今月きついな。いや、マジきつい。まあ、きつい。まあ、きついというか、まあ、打ってないな。この日打ってないな。まあ、この日はね。これなんで打ってないんだっけ？帰った？うん、帰った。なんで？雨？いや、雨とかじゃないよ。まあ、一旦用事があって帰ったんよ。ああ、そっかそっか。それで、なんか家の模様替えしてたのか。そうはいはい、8000円いただきます。はい、以上になります。以上になります。お疲れ様です。はい、ご視聴いただきありがとうございました。